夜とも前回の続きからプレイしていきましょう。さて、父親と、喧嘩というか、思いをぶつけたけれども、それじゃあちょっとっていう言われ方をして、転校というか、してちょっと考え方というか、頭を冷やせみたいなね、感じのことを言われた後ですね。ベッドに倒れ込んで、父との会話を回想する。父のあんな顔、初めて見た。記憶の中にあるのはいつだって演奏には真剣だけど優しい父。私がしたいと言ったことにはどんなことでも叶えてくれた。演奏家としても尊敬できる私の師匠。これさえも無駄と断じる視野の狭さならば、なおのことお前に演奏者としての素養はない。そこに行けば何がある？遊び気分の集まりに決まっている。いっそ父が言うように感動されて家出しようか。雨ざらしで働く場所もなく、のたれ死ぬことになっても、それまでの数日間は思う存分にことを弾けるなら、それは決して無意味ではないだろう。この道を諦め否定されるくらいなら、私はそうして死んだ方が意味があるのではないか。割と本気で家出のための準備をしようと引き出しを開ける。まずは持ち出すものをリスト化しようとノートを取り出したとき、無造作に突っ込んでおいたあの手帳が出てきた。あ、そうだ、今までだって私が苦しんでいるとき、この手帳は現れる。さよこさんの日記が私に道を示してくれた。だったら今日ももしかしたら。ドキドキと高鳴る鼓動を感じながら手帳のページを進めていく。今までの手帳の日記では、さよこさんは、奏曲部で、周囲の部員のやる気のなさに苦しんでいた。だからきっと、さよこさんが何かメッセージをくれるなら、私の家出を後押しするような、そんな内容がきっと現れるはず。現れるはずなんだって、そう信じていた。あ、やっぱり。予想通り、今まで白紙だった続きのページに、新しい文字が現れている。その文章を飲み込むのに1時間くらいはかかった気がする。その内容は、だって今までの日記の孤独の影なんてまるで消えてしまったかのような。うずき7日聖典始業式、残酷で優しい私の神様、私は今日あなたの使わした天使に出会いました。彼女こそが私の音楽を完成させてくれる片翼。この学園に来たことに初めての、そして最大の感謝を捧げます。深夜、私は父の部屋を訪ねた。帰りなさい。深夜まで起きてんのか。もちろんそうできれば幸いだが、神楽原にはかなり無理を言って編入の内定を取り付ける。団体層となれば他の生徒を巻き込むことになる。私たちの家の事情で他の生徒に迷惑をかけるわけにはいかないだろう。彼女らには彼女らのスタイルがあるのだから。結局やっぱり遊びの部活、そこまで真剣におことを取り組みたくない素人の集まりってことなんだろう。だけど私にはそこに行って確かめたいことができた。さよこさんの日記が私に希望をくれたのなら、その言葉を今さら疑いたくはない。わかりました。編入の話よろしくお願いします。思ったよりでも納得してる感はないよね。夕日が差し込む病室で、私たちは優香ちゃんから少しずつ紡がれる言葉を聞き漏らさないように静まり返っていた。無言でこくりとうなだれるようにうつむく、うなずくか。優香ちゃんはもう最初の頃の印象とは別人のように、ただ打ちひしがれる一人の女の子のようで、みんな言葉をかけられないでいた。みんなには隠しておくつもりだった私の夢の話、旧校舎であったおそらくさよこさんであろう人。ゆうかちゃんはあの日、お寺では話してくれなかった
自分とさよこさんのつながりをポツリポツリと話してくれた。そっと背をさすってみるけど、ピクリとも反応しない。その表情に心が痛くなる。だけどこのまま無言で無意に時間を消費することもできない。病院の面会時間終了はとうに過ぎている。まやちゃんのお父さんのおめこぼしで居残っている現状、時間はあまりないのだ。もしかしてあるんだけど、部長の件もさよこさんが関係しているの？まやちゃんが私に向かって問いかける。ゆうかちゃんにこれ以上何かを喋らせることは避けようという気遣いだろう。まやちゃんを襲ったさよこさんが今度はと言っていたことからも、その可能性は高そうよね。明確な答えを持ち合わせていなかった私の代わりに、れいこちゃんが推理してくれる。信じたくないけど、そういうことになってしまうんだろう。まさか、あの階段がガチだったなんて。階段の持ち込み主として、ことの発端の一人になってしまったことに、それなりの責任を感じているのか、れいちゃんは頭を抱え込んでいる。まだ確定したわけじゃないってば。そういえばレイはあの階段どこから消えてきたって言ってたっけ？え？ああ、あれはうちが中等部の時、陸上部の合宿で廃人たちから聞かされたんだよ。記憶をたどるように目を細めながら、ルイちゃんが説明を続ける。そのパイセンたちも、そのまたパイセンたちから聞いたっていう話だったんだけどさ、あの話の続きは、死んだ後でさえも引き離されたことに怒った姉妹の片方が悪霊になって、妹の代わりに何か悩みのある生徒に取り付いて、旧校舎に誘い込んで連れて行こうとする。そんな内容だったはずだよ。連れて行くって、それって、殺すってこと？そう聞いたよ。なんか大抵の事件は悪評が立つことを嫌った学校によって揉み消されたって。私たちは部長よりも以前に犠牲になっている人がいた。その言葉を聞いた瞬間、ゆうかちゃんの体がさらに硬くなる。それはあまりにも現実的じゃないと思うわ。その様子を横目で見ていた玲子ちゃんが、ゆうかちゃんに向けて否定の言葉をつぶる。おばあ様が買収する前の学校が旧時代的なものだったとはいえ、本当にそんな階段めいたことが何度も起きていたら、いくらなんでも揉み消すのは難しいわよ。大体そんな学校だったらおばあ様だってそもそも買い取ったりしなかったでしょうし。じゃあ階段そのものはデタラメってこと？だけど、ゆうか様の大叔母様、さよこさんは在学中にお亡くなりになっているんだよ。すげえ丁寧になってんだもんな、まやちゃんの喋り方。それは間違いないわ。当時の葬儀に関するお礼状なんかも確認したし。それにどうしてよりによって今なのかってことだよ。スメラギが転校してきたからかと思ったけど、スズッチが夢を見たのはそれより前なんだろ？そう言ってるいちゃんは頭をかきむしる。そのあたりはきちんと調べないと何ともわからないけど、でも今懸念すべきことはそれよりも2つあるわ。第一に、少なくとも事実としてグループ層のメンバーのうち現時点で2人が何らかの事故に遭っているってこと。第二に、すずちゃんが旧校舎でさよこさんらしき人に捕捉されているらしいってこと。見つけたって言われたんでしょ？そうなると私やルイも狙われる可能性は高いし、一度襲われたマヤちゃんだって危ない。何よりすずちゃんが一番危ないんだって思うわ。かといってな、学校に近づかないっていうのもな。私？その理屈でいくと部長は、部長はどうなんだよ。部長だってまた襲われたら。その可能性もあるけど、現状部長は事件の被害者の可能性があるってことで、この病院の特別室に警護付きで入院してるわ。24時間他人の目があるって意味では一番安全だと思うわ。それ治るもんも治らなそうだな。でも相手は幽霊なんだろ？警察が何とかできるのかよ。まあ 100%
100% とは言えないけど、少なくとも丸腰で好きだらけの普通の女子高生の私たちよりは、はるかに守られているってことよ。信じてくれないでしょう。どうかしらね。それでなくても今登校禁止措置が夏休み中敷かれそうだっていうのに、その上こんなオカルトめいた話が出たら最悪、2学期が明けても部活禁止、総局部の構想大会自体とかもありえなくはないわ。そんな登校禁止、何それ、と目を丸くするまやちゃん。そういえばまやちゃんが目が覚めてからその話の説明をしてなかった。私たちが言葉に詰まっていると、ゆうかちゃんが代わりに説明をしてくれた。まやさんの駆け寄り未遂は部長の後追いだと思い込んだ一部の先生たちが、生徒の動揺を解消できないか、部活を再開したのか失策だった、休養が必要だって言い張って、夏休みいっぱい学校は閉鎖で、登校も部活も禁止されそうなの。そんな、どうしよう、私のせいで。いや、まやちゃんのせいではないでしょう。まやっちのせいじゃないし、悪いのはその理由は分かんないけど、まやっちに取り付いたやつだよ。でも少なくともまやちゃんのせいではないし、さよこさんの真意も分からない、何も分からない段階で誰のせいとか責任の所在を決めるのはあんまり意味がないわ。だから今は気にしなくていいわ。それに登校禁止は私たちや2学期に大会が控えてる部活の人たちには確かに大問題だけど、良かったことだってあると思うの。良かった、総局部の他の部員や他の部活で登校してくる子たちに被害が出ないとも限らなかったわけだし、それを阻止できたっていう意味では登校禁止は良かったのかもしれないってこと。他の人に被害、狙われているのは私たちじゃないの？私の疑問を読み取ってメイコちゃんが説明を続ける。考えてもみてよ、あの時マヤちゃんがもし飛び降りていたら、校庭で練習していた運動部の子にぶつかる可能性だってゼロじゃなかったわよ。実際別ルートではスーちゃんにぶつかってるしな。もしさよこさんが何らかの理由で見境なくなってるんだとしたら、そんなの気を使ってくれないでしょうしね。そうか、そういう考え方もあるよね。それでなくてもいろんなことがいっぺんに起こりすぎて頭が回らなくなってるみたい。こんな時でもレイコちゃんの落ち着いた冷静な話は私たちにとってありがたい。そういうわけだから登校禁止についてはそこまで責任を感じないでね。でも実際問題どうする、この状況で放送大会。学校行かなくていいんだったらむしろね、寺でやったらいいんじゃないかなとは思うんだけど、一つの問題を脇に置いても次から次へと解決すべき問題が降りかかってくる。ゆうかちゃんはさっきから黙り込んでしまって動かない。どうしたらいいんだろう。みんなの不安を解消して私たちがおことを安心して聞けるようになるために何ができる。ここで私が投げ出したらダメだ。だってこんな頼りなくても。頼りにしてるよ、次期部長。頼られてるもんな。何か方法があるはず。みんなのことを守れて、おことも練習できて、何より今信じていたたった一人の支えだったさよこさんの隠されていた一面を知り、孤独に落ちそうなゆうかちゃんを一人にしない、そんな方法が。あ、なんだ、めちゃくちゃ簡単な解決方法あったじゃない。なんだよ急にアホみたいな声出して。何か気がついたの、すずちゃん。私天才かもしれない、思いついちゃった。何を？考え込んでいた私が突然大きな声を出したもんだから、みんなちょっと戸惑っている。みんなの安全をより高めて、それから練習時間も確保する方法。マジで？それってどんな方法？合宿だよ合宿。今晩が
合宿だよ。まあだろうな。今晩から？はあ？どういうことだし。なるほど、一理あるわね。やるじゃないすずちゃん。でしょでしょ。褒めてと頭を差し出すレイコちゃんがなでなでしてくれる。なるほど、ルイちゃんはいつもこういう気分なんだな。これはこれで悪くない。うふんうふんって。話見えないし、ちゃんと説明してくれよ。いや別にいいんだけどさ、マヤちゃんは出てこれんの。まずさ、1位お寺じゃん。霊とか呪いとかその手の類もさ、さすがに住職が健在のお寺には来ないと思うんだよね。まあ、それは確かに。もともと合宿はする予定で話してたじゃない。ゆうかちゃんの転入でそれどころじゃなくなってたところあるけど、夏休みいっぱいみんなでうちに泊まればいいんだよ。でもマヤっちどうすんの。今日あんなことがあったばっかじゃさすがに親御さんも。うん、それは多分おばあちゃんの協力があればなんとかなると思う。マヤちゃんのご両親は両方ともお医者様で、夜の診察なんかで家を空けることも多かった。小学校の時はその時はよく幼稚園児だった妹ちゃんと一緒にうちに預けられていた。むしろ病み上がりのまやちゃんを心配しているからこそ、お寺で24時間様子見ますよっていう申し入れはご両親だって断らないだろう。なんやかんやみんなの親御さんはうちのおばあちゃんに絶大な信頼を置いている。おばあちゃんがお預かりしますよと言えばそれを怪しんだりすることもないはずだ。聞くわ。発端となった私たちが合宿なんて始めたら大問題だけど、お寺に預けられたってことならね。それに合宿なら時間が有効に使えるから、さやこさんのこともっと調べられるかも。大きなヒントがありそうなんだけど。まやちゃんがさやこさんの名前を口に出すと、それまで黙って下を向いていたゆうかちゃんが驚いたように顔を上げた。まあ調べてくれるのってなるよな、自分が狙われといて。そうね、それに学校がダメでも情報を集める方法はいろいろあると思うし、まずは落ち着いた場所で状況の整理をしたいわよね。うん、合宿いいじゃない。静かなお寺なら考え事にぴったり。うん、そうしよう。できるだけ早くみんなうちに集合ね。あ、まやちゃんはどうする。お家に妹ちゃんいるでしょ。もしいたら電話して荷物を持ってきてもらおうよ。ちょっと待って。トントン拍子に進んでいく合宿前提の会話に、それまで困っていたようにギョロギョロしていたゆうかちゃんが突然声を上げた。あの、もしかしてなんだけど、その合宿私も数に入ってる？そりゃそうでしょ。ゆうかちゃん以外の全員で顔を見合わせる。え？なんで？むしろなんでゆうかちゃん自分が含まれてないと思ったの？今のゆうか様を一人にするなんてできるわけないじゃないですか。てかお前がいないとグループ層にそもそも出れねえし、そこんとこ分かってる？そうよ、一連の出来事だってスメラギさんが鍵を握ってるんだから、いてくれないと困るわ。全員畳みかけられてゆうかちゃんはしどろもどろになる。それだって私のせいで、私とさやこさんのせいで、いろいろあなたたちに迷惑を。だって私がいなくなればそれは。ああなるほど、ゆうかちゃんは自分がさやこさんを連れてきてしまったと思ってるんだ。だから自分が私たちから離れれば事件はこれ以上起きないんじゃないかって。え、でもそれは私最初に言ったじゃない。ゆうかちゃんと会う前から私の夢は始まっていたわけだし、ゆうかちゃんが連れてきたっていうのは断言できなくない。そう言ってれいこちゃん、まやちゃん、るいちゃんに目配せをすると、みんな私の言いたいことを理解したというように笑ってうなずいた。そうね、その話が本当なら何かが起こりかけたところにスメラギさんが呼ばれたって可能性もあるじゃない。なるほど、だとしたらユカ様の存在は
ギリギリ死んでない程度に抑えてるって可能性もあるよね。実際マヤッチもスメラギに助けられたんだよね。やっぱスメラギ、お前がいないとうちら死んじゃうじゃん。なんでちょっと楽しそうに言ってんの。みんな顔が薄笑いになってるけど、できるだけ大げさに優香ちゃんに反論させないように重ねて畳みかけていく。すごい連携プレイだ。精神的に弱ってしまっているせいか、いつもの釈然とした態度がどこか吹っ飛んでしまっていて、まるで以前のまやちゃんのようにおどおどと混乱している。ゆうかちゃんの素が見えたようでちょっと嬉しくなるけれど、どうやらここまで畳みかけてもまだ自分さえ消えればいいのではという思いが消えないらしい。それにもしゆうかちゃんが心配していることが本当だとしても、それでもゆうかちゃんがいなくなったら安全になるって保証どこにもないよ。それはそうだけど、でも少しでも可能性があるの。安全に大会に出れるようにする可能性を高めるなら、もっと確実な方法があるじゃない。最初に言ったよ、私はみんなに笑顔になってほしい。総局部のみんなにも、聞いてくれる人にも。それは優香ちゃんもそうだし、総局部の大先輩であるさよこさんだって同じだよ。さよこさんが本当にこんなことをしてるんだとしたら、きっと理由があるんだよね。それが階段の通りの心残りなのかはまだわからないけど、逃げ続けるんじゃなくて、それを解決してあげて笑顔で成仏してもらうのが、私たちの安全を取り戻せる一番確実な方法なんじゃないかな。そういうことだよな。お前が今さらどっかに行ったところで、それで安全になったっていう保証なんか得られないわけだし、これからずっと幽霊の影に怯えて過ごすなんて真っ平だし。どうして私があんな目に遭ったのか、本当の原因を知りたいよ。つまりはもう私たちはすでに巻き込まれてるんだから、他人事じゃないし、スメラギさんが私たちから距離を取ったって、それは何の解決にもならないってこと。そういうことだよ、諦めるのだ。そう言って優香ちゃんの前にピースサインを突き出す。怖くないわけじゃない、それは私だけじゃなくみんな一緒だ。だからこんな時こそ誰も置き去りにしない、それが私たちの目指す総局部の姿に一番近いって思うから。私たちの思いがしばらく無言で見合っていた。長い時間考えるようにうつむいた後、優香ちゃんは、分かった、私も参加します、よろしく、観念したようにつぶやいた。よし、そうと決まったら準備しよう。妹ちゃんに電話して荷物持ってきてもらって、私はおばあちゃんに電話して根回しを頼むね。レイコちゃん、ルイちゃんは来るときに晩ご飯の買い出しお願いね。それからユウカちゃん、はい、カレーは中辛で大丈夫？はい。解決しなきゃいけないことはいっぱいあるし、怖くないわけじゃないけど、それよりも今は初めてのメンバーのカレーの好みを知る方が大事なのだった。このメンバーだったら本当になんとかなりそうだな。はい、ということでここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。